見えてんだよね。何このネタ。わしが見つけてきた。ストシックスやんねえかな高木。配信見てる高木。高木ストシックスやろ。確かに昨日の高木の試合見てみん。ね、1902人抜いてたからな。じゃみんなで見ようぜ。高木の勇姿見よう。見える？これ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 すげえよな。マジですごいんだよ。本当にすごいんだよ高木は。いいよ、この見てよ高木の集中してる顔。こいつマジで反射神経いいからだ。いやしかもキンバリーとかっていうさ、もう絶対さ戦い慣れてないと分かんないキャラに勝ってんのやばくない？いいじゃん。おいおお、シャ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 、やる。マジか。いいよな、壊し小技暴れがマジでうまい高木は。そう、うまいところであるけどやっぱ狩られたら弱い部分でもあるからね。使いどころむずいんだよな小技は、暴れは。こんなん分からんよな下段重ね。あー使うか。うんうんうん。この後置き攻め来るから気をつけて。はい。でもいいよねこの灰谷先生のうまい。オッケー、いいね。おい、いやいいぶっぱ、あるよ。でもこれ CA モード、 CA 狙うモードだからねこれ高木は今。ほい、おお、うめえ。マジで小技の出すタイミングうめえ。相手1955だよ、すごいよね。俺普通に高木に俺 JP 出して負けたしなこの前。いやすごい、しかもこのキンバリーに勝ってるのがすげえわ。おい、いやいい、噛み合ってる。そうね、このバックジャンプローリングの出し方がもっと上手くなればもっと勝てるようになるような。おい、いい投げ、オッケー、よっしゃー、見てる。よし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 。いや見えてんのやばい今の。うますぎだろ今の。落とすのマジでやばい、俺もできないぞ。そう、この端がきついんだよな。いやいい暴れマジで、はい、いいインパクト。いや大丈夫、なるほどなるほど、まあ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 、大丈夫大丈夫、全然いけるよ。もう見てよこの高木の集中してる顔。あいえ、いい投げ。いや偉い、ちゃんとスラで取り行くのマジで偉い。いやこれ見えすぎ、見えすぎマジで、すごい。焦らず行こう。こんなんやられたら普通に焦るからな。はい、お、これ相手マジうまいよな。ここジャスパから CA までこれマジ偉いよな。クリティカルアーツは保証あるから割と減るんだよな。よっしゃー、うわいい、やばれ、よしよしよし、よくすごいすごい、マジかマジすごい、マジですごい。
マジで嬉しい。いやこれあれ敗退さん、これやった1950だよ。いやガチででかい、やばい。キンバリー一人落としちゃマジやばい。2-0 だよ。しかもこれマジで敗退道場で一番強くなったの、つ あ,、うん、あるぞマジで。しかも1900の剣だぜ。1900の剣だよ。みんなレジェンド経験者でしょ多分。あ、いいいいよ。いや俺でも1900の人に勝つの超むずい。しかも大会しかも剣とあんま戦ったことないだろうに、ゼロストの剣しか知らないだろうに。はい、いいよ。見えてんだよなマジでこいつ。うわ最悪、やっちゃった。あ惜しいね。いや惜しい、惜しい、惜しいよ。ブレスエレス、うん、いやマジですごい。はい、いやここのインパクトもね、だいぶ勝負強いインパクトだよね。ブランカっぽいもんね、やっぱあそこでインパクト打つの。いや相手もやっぱねクソうまいんだよな。置き決めとかも全部ちゃんとフレーム消費。おいしいよ。剣とかマジで戦って対策しないと上手い人に勝つの難しいキャラなのに、ここまで戦ってんのやばいよな。はい来た。いいね。はい来た。しっかり見てる見てる見てる。ナイス。いやつえ全然いけるぞ。これ強気にいこう、強気に、うん。そうビーストカップの昨日の高木のやつ。いやいいジャクロリ。いい投げ。いやこうむずいよな。どっちが有利かとかわかんねえもんな。けっ。うまい。いや見えてんだよ。はい。うますぎ。うまい。いやうめえ。ドライブラッシュ見えすぎ。マジでマジで集中力すげえ。反射神経やばい。だ今のも見てから出してるしな。いや敵もうめえんだよ。大会の序盤心負けまくってた。でもあれなんだよね、途中で俺起こされて呼び出されてから10戦ぐらい戦ったんだよな。ワンチャンそれでほぐれたか。メンタルやられてた最初。まあ初大会だからな。いいね。はい。いや強えわ。うわここちゃんとドライブラッシュで拾いに行くのやばい。マジかい。当たってる。やばいやばい。いいぞいいぞ。うお。はい。おお。強え。まだ終わってない。まだだ。まだだ。まだだぞ。まだだ。頑張れ。見えてんだよねいい。見えてんだよね。あいつオッケー。ナイス。あいつオッケー。わあ。違う。あ、ミスった。ミスってるよ。はい。おいしい確定。はい、S A 3はたまんない。いや惜しい。まあ、使うよね。ここは結構ねブランカがもう難しいんだよね。殺しきりで5000減らせるかって言われたら伸ばさないと無理だし、まあ、これ当たるなら狙ってもいいって感じ。まあ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 、うん、
まあ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 。ゲジュリだ。いけるいける。うわ、美味しすぎ SS3 を早めに出す。なるほど。いいと思うよ。全然あり。ゲージ回って1が1回使えるようになった方が多分高木的には強いからな。見えてんだよね。バックジャンプローリング。いい、マジでいい。押し、押しけ。いや、いい。落ち着け、落ち着け。大丈夫、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 SA1 が溜まる。高木はここからなんだから。見えてんだよねー。やったー、やったやったー、すげー。俺、やったすげー。もう一人だ、もう一人。ファイトリーさん、俺すげー。やった、マジ嬉しい。キューさん、俺行くわ。俺は本当にやばい。日本の目なんや。行く、俺行くわ。41位倒すわ。マジですごい。やばすぎ。うん、日本一位。これ勝ったら40位だぞ。すごいよな。だってまだ1ヶ月もやってないのにさ、1900台大会で2人抜いてんのやばすぎだろ。いやでもさすがに41位。さすがに MR41。 いやこれはね、頑張れ頑張れ。これは正直ね、まあ分かってないとね。うん、キンバリーってマジで分からん殺しだからな。これが入ったの美味しい。当たって、うわやーば、何このネタ。ちょっともう一回見ていい？あ、これ教えてもらったんだ、上手い人に。ここだ。見えてる。はい、通る。いいね、当たって。いや、すげえこれ。これマジすげえ。いいね。後ろ行って表裏でドライブラッシュで拾って。マジか。大丈夫です。いやこれすごいわ普通に。あ、惜しい、マジか。まあこのスラの先端はな。いやこれトパチャリは俺が先方かもしれん。普通に高木の方が上手いかもしれん。俺この人にラウンド取れるかって言われたらちょっと微妙だもんな。いや申し訳ない、ハイトさん当たった。いやでも高木、いややばい、もうこの人やぐい。いやでも練習したこと全部できたんじゃない、ほとんど。日本史に。いやでもすごいすごい、マジですごい。育ってていいね。いやでもこれは声を大にしています。わしが救い上げた、わしが見つけてきた。よかった。なんか思い出すわ、なんか5最初に買ってあげた頃のこと。あんな笑いながらボタン連打してたやつが大会出て格上の、しかも MR1900 台を煮立てブランカで利権道場でもやめなかった。いつやめろ、俺の道場に入ったやつが辞めたみたいな言い方やめろ。いやでも嬉しいですわ、こういう風に友達が楽しんでくれて。ストファイ一人で5年やったよ、俺一人で5年間やったよ。孤独な孤独な5年間だったよ。まあでもスト6王国もおかげさまでみんな使ってくれてありがたい。俺何もしてないけどね、マジで何もしてないけど。今何人だ、9193人。あと800人で1万人だわ。そう、もう国ができてるから、国。しかもなんかやっぱね、エゴサするとね、ここでいろいろ知れてマジでいいみたいな。一個一個村のチャンネルがあるんだけど、すごいんだよ。どの村を見てもちゃんとコンボのレシピ置いてたりして、すごいちゃんとやってんだよね、マジで。そうそう、やってるらしい。ごめんみんな、うんこ言ってきていい？じゃあトークテーマ、自分の人生を変えてくれた人。